12回戦を行います。赤コーナー105本の新生所属 WBO 世界ミニマン級チャンピオン山中龍也。最高の挑戦者を倒した先に何が見えるのか。チャンピオン山中龍也2度目の防衛戦です。青コーナー挑戦者104ポンド4分の3フィリピン WBO 世界ミニマン級3位ビッグサルダール。山中のシャンパンモードに大きく放たれたビッグサルダール。放送席をご紹介します。解説は3階級制覇のチャンピオン、そして山中選手のジムの先輩でもあります、長谷川穂積さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ長谷川さん、はい、もう間もなく始まりますけどもね、山中選手の今の表情からどういうふうに心中させますか。表情を見る限り、はい、少し緊張はあるかなと、いつもの試合より緊張してるかなっていうふうには見えますね。そうですね、はい、そして長谷川さん、まあ、2度目の防衛戦、1回目の防衛戦は完勝でした。2度目の難しさってのもあると思うんですが、そのあたりですか。まあ、1度目はね、一生懸命とにかく負けないように、はい、戦う。そして2回目は1回目の初防衛戦を見て、どんな今度は試合をしてくれるんだろうというハードルが上がってしまうという意味では、はい、ね、非常に1回目よりは難しい戦いになると思います。さあこの地元ボクシング人生を歩んだ神戸で山中龍也2度目の防衛戦に挑みます。1ラウンドです。さあまずはサルダールが来ましたね。やっぱり1ラウンド目から出てくる気満々で来ましたね、はい。まあ、そして田中康生との試合もあったんですけども、非常にこうジャブが速いですね。ノーモーションだし、もちろんさっきのみたいにスピードも速いですし、はい、タイミングもいいですよ今打ってるジャブは、ね。山下会長は、まあ、変にですね、この中間距離というのが一番怖いので、入るときは入る、引くときは引く、まあ、それをしっかりするという、ね、練習をしてきましたね。ただ山中選手も、はい、サルダールのジャブに合わせて、思いっきり激しい打ち合いになってます。右ストレート狙いに行きましたから、そうですね、そのジャブに対しての怖さというものはまだ持ってないと思いますよ。それからですね、頭の位置をとにかく気をつけろという話をしていました。その練習もしています。右に入りますサルダール、今度は左、左を返していきます。ワンツーサルダール。ただサルダール選手、まあ、本来こういう戦い方の選手なのかどうか分からないですけど、はい、この試合に関してはすごい自信で戦ってますね。長谷川さん、そのあたり そのボクサー心理というのは1ラウンドから分かりますか。そうですね、そして自分が絶対に今日は世界チャンピオンになるっていう、こう強い自信というか、もう確信を持ちつつ戦っているように見えますよ。まあ、そういう意味ではその確信をですね、山中は今度は追っていかなきゃいけないわけですよね。ただ、まあ、今からラウンド進みにつれて、はい、自分が思うような展開でいけなかった時に、そういう選手ってちょっと折れるのが早いんですよ。あ、なるほど、逆にですね、はい、自信があった分折れるのが早いんで、まあ、だから別に1ラウンドなんでまだ焦らず、まず自分のペースを作っていって戦ったりと思います、まあ、そしてチャンピオンの山中はよく言います。1ラウンドは本当に怖いんですと、相手を見てその距離感を感じたりですね、まあ、そこから自分はエンジンをかけていきたいと、そういう話をしています、うん、そうですね、だから今の戦い方でいいと思います。なるほど、あまりけどこれ以上近づいても変に距離はいけないわけですよね。そうですね、だからこの加減でいって、さあ、ドリが入りましたが、空中センター、マックス。いやー、しかしこの今ね、お互いすごくいい緊張感で、緊張感ですね、一瞬のやり取りですけど、お互いが出せる技術を出し合って戦ってますね。はい、こう1ラウンド目からすごいいい試合です。まあ、山中選手は本当に山下会長曰く、引き出しがこの数ヶ月で増えたんだと、まあ、そして今回、そして年内に今回を含め、このミニマム級はあと2回というチャンピオン、2度目の防衛が成功するかというところですが、1ラウンド残り10秒を切っています。ここでゴングです。第1ラウンドは本当に何か緊迫した展開で終了しています。いや、長谷川さん、何かバチバチするような感じのね、
緊張感でしたけどもね、なんか久々に1ラウンド目からワクワクさせてくれるような、はい、世界戦を見れてる気がしますね。そうですね、どちらかといえば山中選手はまあ距離を取ってこう出入りしながらというね、まあ、ボクシングスタイルだったんですが、この一瞬の気の緩みであったり、はい、一瞬のパンチで勝負が終わってしまうような、はい、そんなこう緊張感もありましたね、はい。まあ、今左に映ってます山下会長は特に世界戦は一つのミスをした方が、そのミスをしない方がチャンピオンベルトを巻くことができる、そういうふうに語っていました。さあ第2ラウンドに入ります。球場を切りましたサルダール。サルダール選手は座らなかったですね。まあ、田中康生から3年前にダウンを奪ったこの挑戦者のサルダールですけども、まあ、あの後結局は、まあ、ボディを打たれて KO 負けということになったんですが、激しい左。ただその世界戦を経験することによって、キャリアという意味ではさらに強くなってますからね。そうですね、ちょっと山中出てきましたかね。いや、まだ距離取っている。左返さ山中。まあ、その世界戦の後は長く戦ったラウンドが10ラウンドというこの挑戦者のサルダール。さあ一方のチャンピオンの山中でありますが、まあ、この接近戦とにかくインファイトというものを練習してきました。まだでもその必要はないかなと。なるほど、今はまだこの距離でいいわけですね、うん、まだどんなパンチが危険でどんなパンチを打っていくのかっていうのを探るサウンドでいいと思います。さあボディ入った。大橋さん、そのあたりチャンピオン陣営なんですけれども、はい、距離は今の距離でいいと、パンチは見切れるからと。なるほど、ただ足を使って距離詰めるところはあってもいいぞという話です。後ろ広い方が有利やからな。チャンピオンサイドは吉原アナウンサーのリポートですが、あちょっと左をもらいましたが、グローブで大橋さん、まあ、対するチャレンジャー陣営なんですけれども、はい、このラウンドでジャブからインパンチが入った。ワンツーを返します。左にフッ。服部さんどうぞ。このラウンド間ですね、椅子に座らなかったんですね、そして序盤の立ち上がりが大事だということを話していまして、はい、3ラウンド目までは椅子に座らない、そういう独特のルーティンでこの試合挑むようです。なるほど、ただいい、ね、右ストレートをボディに当てましたね。はい、まずああいうのを聞かなくてもいいです。当てて打って、はい、サルダールを焦らせる、はい、焦って出てきたところにちょっと顔歪めた。さあチャンスか。ボディー抜きました。ボディー乗れた。ちょっとサルダール倒して、ちょっとボディー入った。山中、いろんなジャンプ見せろ、いろんなジャンプ、レッドジャンプ。さあこの試合を含めてこのミニマム級は2回、今年2回で卒業という、そしてこの試合に勝てばさらに世界が広がっていきます。山中、そして中学校2年生の時に長谷川穂積に憧れて新生の門を叩き、そしてこの神戸でボクシング人生をずっと続けていました。その地元この神戸で、さあ2度目の防衛戦になるか。しかしチャンピオン山中落ち着いてますね。ちょっと一度離れましたね。またね、ちょっとね、いい棒で当てましたから、はい、少しの余裕は出たと思います。そしてこのサルダール対策としてはガードを本当にしっかりしてきました。ナイスガード、長谷川さん、もともとガード、それからディフェンスは上手い選手ですけどもね、ディフェンスは非常に上手いんでね、はい、まともにパンチもらわない、そして、まあ、前回の反省として、まあ、コンビネーションがちょっと少なかった、まあ、そのあたりも十分に積んできまして、これで第2ラウンド終了です。はい、やっぱり長谷川さん、はい、まずはこのよく見ていますね、ちゃんとガードをした後の左フックね、素晴らしい、素晴らしいですね、はい、なかなかね、これ練習ではやるんですけど、ミットで、はい、試合で打てるパンチではないんでね、まあ、そして山下会長が言っていましたけども、言ったことをすぐ吸収してできるっていうのが、まあ、長谷川さんがその強くなった過程と本当に似てるというね、話をしていましたが、いいボディ入りましたね、いいボディ入りましたね、ここでちょっと顔が歪みました。一つボディがキーポイントになる試合になると思いますよ。チャンピオン山中はこのサルダールに対しては距離感っていうのを一番大事にしていきたい、まあ、そしてチャンピオンは自分が強いと思える今日は勝ち方をしたいんだと言っていました。さあ第3ラウンドに入ります。まあ、入場してきた時の余裕がちょっとなくなってきたかもしれません、挑戦者のサルダールですね。
あれこいつ思ってたより強いかもって、おそらく今思いながら戦っているような表情に見えますよね。そうしますとここはまあ一気に攻めたいところですが、どうでしょうか山中は。いやまだ駆け引きでいいと思います。あなるほど、もっともっと焦らしてから仕留める、じわりじわりと。そうですね。あなるほどね。さあ一旦フェイントを入れました。このフェイントの練習もものすごくしてまいりました。左を出しますサルダール、徐々に徐々にこの動きながら距離を詰めていくという、ね、練習もしました。ワンツー、しかしガードの上、左横に入った、そしてアッパー。さあなかなかちょっとサルダールの方が一歩こう踏み込めないような感じになってますね。あのボディがあると怖いので、接近戦で戦いたいけど、はい、ちょっとボディ打たれると嫌だなっていうのが頭にあると思います。なるほど。あなかなかこの距離がお互いこう縮まりません。さあ今山下会長から中に入っていいよというね指示がありましたが、サルダールもパンチを出しながら前に出たいんですけど、山中がいいタイミングでボディを合わせますから。そうですね、したいけどなかなかできない、できないというね、こういうちょっとこうお見合いが続くちょっとこうもどかしさがあるわけですね。そうですね、まだうまいのでディフェンスがまともに当てさせてくれないっていうのもあると思います。まあ、そうしますと今度は右入って左をダブルです。ボディのダブルアッパー、あー左のダブル、積極的にいく左、もう一回ダブル、行ってもいいよ行ってもいいよ行ってもいいよ、あーちょっとリバウンドが空いている、アッパーが空いている、さあ激しい打ち合いだ、アッパーチャンス、パスがキーパス山中、頭を下がりながら中に攻め込んでいきます。これがこの数ヶ月で習得したインファイト。ただ前に来てない山中が、いいペースを取りつつあります、ありますね。さあジャンプで距離を測りながら右のコンボはボディ、山中の頭は右ボディも打てる、左ボディもその同じ頭の位置で打てるっていう感じで接近戦で戦ってるんです。だから相手からするとどっちが打ってくるかわからないっていう頭のポジション取りしてます、そして回転をするときはですね、相手の肩に合わせてそれを軸にこうコンパスのように回る、そういうトレーニングもずっとしてきました。こうやって頭を少しずらしながら前に前に進んでいきます。さあお見合いが続いています。なかなか距離を縮められない。さあここでゴングです。このラウンドも山中のペースで試合が進んでいます。どう中の打ち合いどう、中の方が安心です、安心感、おっしゃ、あとはもう任せるから、はい、それとそれなりに圧迫かけてもいいから。いやしかし長谷川さん、はい、連打っていうのはすごかったですね、この、はいはい、頭の位置、左も打てるし右も打てるんです。そしてきっちりと右はガードしますね。そうなんです、はい、で本人も多分接近戦の方が戦いやすいんじゃないですかね、感触あったと思いますよ。まあ、確かにその接近戦に関してはですね、最初は怖さが先にだったんですけども、まあ、一つ一つその怖さを潰していって逆に接近戦の方が楽だというね、はい、感想を持っています。チャンピオンの山中2度目の防衛戦に挑んでいます。やっぱ怖いから思いっきり言ってくるやん、はい、だから逆にそこはチャンスやね、はい、まあ、チャンピオンの山中本人はこれからも勝てるような戦い方を練習してきたと、新しいコンビもある、まあ、理想の決着はとにかく勝つことですと、誰が見ても勝ったと思える試合にしたいと言っておりました。さあ第4ラウンドです。長谷川さん、はい、山中は自分の距離をうまいところで取りつつですね、まあ、行けるときには積極的に中に入っていくというね、行ける時は、はい、ちょっとタイミングずらしていって、で相手が入ってきたら合わせて打ってますね。そうですね、でしっかりディフェンスするときは、はい、ほとんどガードと、触らせないっていうディフェンスで、そうですね、まあ、この3ラウンドですけど非常にいい戦い方でした。右のボディ、大橋さん、そのあたり陣営もチャンピオン陣営、はい、中の打ち合いは山中選手も大丈夫だと言っています。で中の連打、はい、打ち合いは逆に山下会長もチャンスなんだということを言ってました。長谷川さん、しかしこのなかなかですね、中に入っていくというこの勇気、まあ、アッパーもありますし、ね、相手はね、そうですね、この、まあ、何回も言うんですけど、本当に頭を右のボディ打つ、頭で左ボディ、はい、今これもそうですよね、受ける打
ち方って得ですよね。そうですよね。得というのか、なんかこう いいなと。長谷川さん、やっぱこれはなかなか難しいもんですか。いや、これ現役時代に僕、分かってたらやりたかった。さあ、そして長谷川さんがおっしゃってました、まあ、リズムを取りながらこう攻撃のところを緩めないという、ね、でちょっとずつ、はい、山中がプレスかけてますね。そうですね、徐々に距離を詰めていっています。キャッチの山中、センターから走り入れ。さあ、今度は右のボディ、ガードをしっかりしています。左のボディ、さあ左のダブル、ボディのダブルが入った。インファイト、これが山中の真骨頂です。この練習をしてきました。今度は右のボディ、さあワンツーをもらったがブロックしています。まあ、サルダールからしてみたら本当に的を絞れないというような、そうですね、一方的なこのチャンピオンの戦いが続いています。しかし田中康生をダウンしたあのクロスのカウンターがあります。一発のストレートがあります。まあ、パンチありますから、長谷川さん、本当にあのフィリピンの選手はパンチが強いって言うんでしょうかね。まあ、あの硬いんで、ね、硬いんですか。はい、いろんな足のベント、いけません。まあ、初防衛戦は本当に相手の心を折るようなボクシングを見せました。まあ、今日はそれに加えてコンビネーション、それからインファイト、左のボディが入った。ランビボディから左ボディの返しが早い、そして右のアッパーというのも力を、右のストレート、ボディを意識すると今度は上側からですからね。うん、そうですね、そうなるとストレートが有効的になってきます。逆に右のボディをもらいました。チャンピオン、ここでゴングです。さあ、山中選手がこのボクシングをして世界チャンピオンになって、まあ、夢はこのお母さんの理恵さんに家を建ててあげたいと、まあ、そういう夢に向かって一歩一歩ね、近づいてるわけなんですけども、はい、まだ土地のお金もできてませんというような、ね、笑いながら話していましたが、家買いながらあの試合会場をスポーツカーで来てたら、面白いですね。そうですね、まあ、今日はね、自転車だったんですがね、まあ、防衛を固めることに、あれと思ってね、何歩でも追っかけさせる、チャンピオンになっても本当に私生活も変わりありません。まあ、その周りの人に対する接し方というのも全然変わりありません。肩越しの右結構、はい、まあ、山下会長は今日の試合でさらに強さを感じて次のステップに持っていきたいと、そういう話をしていました。上司あえてついてこれて、さあ、中盤第5ラウンドに入っています。どうでしょうか、長谷川さん。まあ、少し挑戦者ボクシングのスタイルを変えてくるかもありませんが、左のボディアッパーをもらったが大丈夫。右のボディから左のダブル、また左、チャンピオンの左、今度アッパーを返す、オーバーハンド、これはちょっと怖いですね。気をつけないといけないのは本当に右ストレートですよね。左のボディがまた入っています。少し背が高いので、はい、の方が打ち下ろして打ってくる、この右ストレートだけはしっかり気をつけたいですね。そうですね、まあ、ただそのリーチ差が3センチというこの3センチ、今日の試合ではどうですか、長谷川さん。まあ、そんなにリーチ差というのは関係ないですよね。さあ、体が起きているという山下会長の声が飛んでいます。とか、まあ、サラダ選手もさっきのアンドはプレッシャーかけられてたけど、このままではダメだと、はい、このアンドはちょっとこう出るようにしてますよね。そうですね、まあ、2015年に田中康生とやった時はまあ1ラウンドからガンガン出てきたわけなんですけども、まあ、結局5ラウンド過ぎてまあ体力が切れたというような印象もありました。まあ、このラウンドは積極的に出てまいりました挑戦者のサルダール、まあ、しかしその距離をなかなか詰めさせません、チャンピオンの山中。さあ、ジャブで距離を測りたいこのチャンピオンの山中龍也、うまく首を振っています。いや、でもこのサルダール選手も、いや本当にいい選手ですよ、強いです。まあ、本当にこう独特の何か雰囲気も持ってますね。スピードもタイミングもいいですからね、だからこれ山中だからこそ、今こういう風にいいボクシングできてるけど、なるほど、はい、他の選手だと
半年じゃあこういう風に戦えるかっていうと分からないですよね。そうなんですね。非常にこう大振りが目立つのかと思ったんですけども、コンパクトなね。さあ山中返します。だからサルドゥ選手も常に山中打ってきたら下がるんですけど、下がってすぐに打てる体勢で下がるので、山中も普通に前に行くだけではちょっと怖いですね。怖いですよね。なんといってもこのサザールの武器は速いこのジャブです、まあ、そしてストレート。いやほんで足も速いんです、足も速いですね、そしてバックステップ、はい、だからこの選手に、まあ、パンチを当てるというのはなかなか難しい。そうですね、まあ、ボディはねいいパンチ当ててますけど、はい、まあ、ちょっと接近戦が苦手なんじゃないかというね、山中陣営の見方もあったんですけども、ボディからでいいと思います。はい、さあまたお見合い緊迫した展開。この空気感、ここでゴングです。ちょっとずつ相手の打ち終わり分かってきた、はい、さあ長谷川さん、その後、まあ、身長はですね山中龍也の方が3センチほど高いんですけども、まあ、リーチは逆にサルダルの方が3センチ長いというね、まあ、KO 率かなりもハードパンチャーでありますこのサルダルであります。まあ本当にいい世界戦だと思いますね、はい、まあ、サルダル選手もおそらく今からいろんな攻撃を仕掛けてくると思うんですけど、まあ、後半になった時のスタミナが、はい、どうなのかなっていうところはありますよね、はい、まあ、山中陣営としてはですね、まあ、相手の様子を見ていけるところはまあ後半なのかなという話もしていましたし、そうですね、行けるところで行きたいというところもあるんだと、はい、それが勝負のあやなんだけどなというような話をしていました山下会長です。前半はこの戦い方でいいんじゃないかなと思いますね、はい、さあ第6ラウンドに入ります。まあ、今のところ、まあ、戦い方としてはまあ10対10でもいいわけですからね、チャンピオンはね。そうです、引き分けでも、引き分けでもね、防衛ですからね。まあ、しかしこの練習を積んできたその成果というのを出したいと言っていました。確実に自分の引き出しは増えたと語るチャンピオンの山中龍也です。まあ、6人兄弟の長男として、まあ、お母さんが指導しながら育ててくれた左のボディー。まあ、あそこですよね、一つのポイントなんとかは、はい、あそこでいいボディを当てた後の攻撃、もう一つ二つと波状攻撃が ね欲しいですね。さあタイミングを変えながらいいストレート、サルダ選手も、行くぞと投げながら、はい、ポイントとか、行くぞ行くぞって今みたいに言いながら、左右のボディから左のボディのダブル、ちょっと嫌がってますね。いいジャブで す, そうです、ね、だからあんまりこの行くぞ行くぞのポイントに、はい、惑わされないっていうのが、じわりじわりの距離を続け右から左、そしてアッパー、多少強引に行っても当たるんじゃないかなと思いますね。あ、なるほどね。まだ左のダブルか、フック今度は右、さあちょっとバランスを崩した、ここはちょっとチャンスかもしれません。この試合も強くなりました。トレーニングを重ねる中で胸部は2センチ増え、体幹も強くなったこのチャンピオンの山中、また左のボディ、この戦い方が僕いいかなと思います、この押し合いでも体力消耗しますから。そうですね、サルダル選手はこんなにスタミナがあるとは思わない。さあ今度は2ラッパー、まあ、しかしどうですか、初防衛戦からこの変化の球ですね。あーすごい、ボディで決まっていってますね、今これは後から効いてきますからね。さあ第6ラウンド、ただあまり無防備にならないってことだけは常に頭に置いて、そうですね、アッパーも何回か打ってきてますから、はい、あのアッパーがかなり強烈な部分もあります。挑戦者のサルダール、まあ、チャンピオンの山中はこのビッグサルバール一番やりたくなかった相手だと言っていましたが、そのサルバールに対して左のボディ、戦い方変えてきましたね、山中さあトリプルボディのトリプル、接近戦に持ち込みました。さあここから練習してきたことを発揮できるか、残り15秒、しっかりと相手に体をくっつけてそこを軸に攻撃を仕掛けていきます。
Stop! No, no, no. Listen for the bell. Hey! さあ、一方、挑戦者のパンチが流れ始めています。世界で流れてくる。はい。よし、こうでしょ。いやー、なかなかちょっと。山中チャンピオンの山中が攻撃のパターンを接近戦に持ってきたんですかね、これはね。そうですね、はい、まあ、きっかけがあったのかどうか分からないですけど、まあ、このラウンド一つこう攻めてるところを作れたと思うんで、はい、次のラウンドから展開変わってきますよ。そしてしっかりとこの打ち終わりまでですね、目で確認しているような ね、 そうですね、こういう余裕があるというのはすごいですね、長谷川さん。そうですね、落ち着いてますね、長谷川さん。まあ、この1回目の防衛戦から地元神戸での2度目の防衛戦、大きく成長した点というのはどうですか、ここまで。いや、まあ、前回の試合もすごい素晴らしかったですけど、今のところ前回の試合より僕は素晴らしい試合をしているなと思います。前回の初防衛戦も完勝でしたが、まあ、それ以上の試合をしているという長谷川穂積さん。まあ、サルダールは今のラウンドスタミナ結構使ってますね。ゆっくりな展開から、はい、さっきみたいにちょっとこう激しい展開になると、スタミナって一気に減るんです。なるほど。最初からしんどい展開だと違うんですけど、はい、右のストレート、その辺りがどう出るか、まあ、そこのチャンスをどう捉えるか、チャンピオンの山中。ここでもですね、離れずに行きます。ボディのダブルからアッパー、消耗戦だとセコンドから飛んでるんで、おそらく今作戦でこういう展開をしてるんだと思います。まあ、先ほどのラウンドの終盤にはですね、サルダールの右ロック、まあ、ちょっとパンチも流れていましたからね、まあ、そのあたりが体力の消耗がどうかというところがありますが、まあ、ボディが当たるから上もちょっとずつ当たるようになっていきますから。そうなんですよね、馬さん。そのあたりチャンピオン GA も、はい、戦い方してると山下会長からコメントがありました。あ、なるほど。アッパーだけが怖いと、相手疲れてるぞと、どこで行くかだぞという話です。長谷川さん、はい、やはりサルダールにしてみれば疲れてきている右、ね、まあ、本当に一発を狙ってくる可能性は大きいわけですからね。そこだけは集中して、ちょっと上も少しずつ当たるようになってきてますから ね、 そうですね、山中の。はい、外、外、いろいろ変えて、アッパーから逆に右ロック、はい、こちら、そのあとそのガードしています、チャンピオン山中と、うまく頭を移動させて、ここですね、大橋さん、チャレンジャー陣営ですけれども、はい、先ほどのラウンドからですね、ボディを打たれた時に顔を歪める仕草がかなり多くなってきました、そしてですね、そのボディに対してもっと距離を近づけていこうというような指示を出しています。なるほど、ちょっとヒントを入れました、山中。やはりあれだけ、伊沢さん、ボディが入ればですね、そうですね、もう試合の序盤からですね、その顔を歪めるシーンというのは何度も見受けられました。さあ、今度はまたリズムを左右に振って距離を攻めるナイスですね、まあ、ジャブの打ち終わりしっかりしすぎて、7ラウンドにチャンピオンダウン、ちょっと今いいタイミングでもらいましたね、はい、ここはクリンチでいいですよ、クリンチ。さあ、残り40秒クリンチでいいです。今いいですよ、今ので、今のでいい、今のですよ、あと30秒なんでね、クリンチでいいですよ、まだ。さあ、残り30秒です。この第7ラウンドにチャンピオンダウン、クリンチインです。さあ、ここはクリンチに持っていく、残り20秒スリップです。さあ、先ほどいいタイミングでストレートをもらった、ここは足を使って一気に来ました、サンガール2度目の亡霊なるか。さあ、ここはなんとか耐えてほしい、チャンピオン右のボディをもらった、足を使って、さあ、ここでもチャンピオンダウン。息子さんの様子をもう見ていられません。さあ、長谷川さん、まあ、いいタイミングでね、まあ、右ストレートだけ気をつけない、いけなかったんですけど、はい、完璧な戦い方は完璧な戦い方だったと思うんですけど、この一瞬の不意をついたやっぱパンチ、ピンチはチャンスやと、はい、オッケー、はい、まあ、田中康生が受けた時のダウンに似たようなパンチ、しかし田中康生はその次のラウンドに逆転勝利を収めました。
さあもう座っていることができません、お母さん。あ、この次のラウンドが、ね、最初自分の体が大事なんです。無理やりを勝つ、はい、さあまず体力をどこまで回復させ、そして相手の攻撃をどこまで避けるか。第7ラウンドにダウンを喫しましたチャンピオンの山中、大切な8ラウンド。ボクシングだから本当に分からないですよね、そうなんですよね。おばさん、はい、チャンピオン JA も田中康生と一緒やなと山下会長がまず入りました、あれ正面に入ったなと、はい、本人もちょっと足に来てると、はい、ただピンチはチャンスやぞと言って送り出しました、うん、ここはしっかり体力を回復、体力とダメージを回復させることに集中した方がいいと思います。まあ、逆に長谷川さん、まあ、サルダールにすればですね、まあ、今攻めても倒れなかった、まあ、そのあたりの体力の消耗というのもあると思うんですけど、そうですね。で、思いのほかサルダールが今このラウンド出てこないんで、はい、山中としてはちょっと、ラッキーですよね。あ、なるほど、もっと出てくるんかなと思ったけど、まあ、足を使ってですね、まあ、これで十分あの回復はできるんですか、はいはい、ただいいパンチもらわないことだけ集中して、これでいい、これでいいです。大橋さん、ただチャレンジャー陣営なんですけれども、はい、このラウンドで決めないともうあとはないぞというような指示を出していますよ。まあ、本田さん、当然挑戦者としてはそうでしょうね。そうですね。ただあまりにも足を使って動くんで、はい、不良にいけないっていう、なかなか的が絞りきれません。チャンスを迎えていますのは挑戦者、しかし、まあ、ゆっくり足を使いながらですね、体力を温存している山中です。さあ、チャンピオン山中、第7ラウンドにダウンを喫しました。まあ、長谷川さん、それまでのペースは本当に山中ペースでしたもん ね、 そうですね、はい、ですから試合の流れを本当に変えてしまう危険性があるのはこの第8ラウンドです。2度目の防衛戦に挑んでいますチャンピオンの山中龍也です。このミニマム級での戦いはこの試合を含めて今年、まあ、あと2回ということになっています。戦うとダメージ止まるというのは減量の影響もありますから、はい、62キロから10キロ近い減量をしましたこの山中です。さあ、しっかりとガードをしてなんとか時間を潰してほしい。ブロックでもいいし、足取りもいいし、とにかくパンチをまともにもらえる、そうですね。今度はボディを返した、はい、返せるようになってきてるんで、ちょっとだけやっぱ回復してきてます、ここでもう無理にいかずにですね、その中間距離に入らず、まあ、とにかく足を使ってこの8ラウンドは、うん、ただ返せるんであれば、今みたいにボディやったら返してもいいかな、はいはい、こういサルダル選手は、いけると思って今来てますから、はい、逆に無防備なんですよね。あ、なるほど、こういう風にボディをボーンと打ち込んでいて、その田中康生選手の逆転強じゃないですけど、生まれる可能性もありますから。まあ、逆にですね、まあ、山中さんというのがしれば、まあ、カウンターを狙うチャンスではあるんですね。そうですね。でもまだこのラウンドは回復に努めてほしいです、はい、今度は左のボディを返しましたチャンピオン。10セコンドストップザベル。まあ、しかしこんだけ足動いたら回復大事なんですか、はい、さあ、ここでゴングです。第8ラウンド、大事な大事な第8ラウンドが終了しました。お母さんのためにチャンピオンになって家を買ってあげたい。まあ、今の7ラウンドの姿を見ますと、もうお母さんも見ていられないというね、表情でありますが、減量に入ってから、まあ、1ヶ月間お母さんが手料理でこの減量を助けました。右のフック見せたり、で中、まあ、最後の足の動き見る限りはだいぶ回復しましたね、そして今この山下会長の指示に対しても、はい、きちんときちんと一つ一つ返しているというね、はい、イメージがありますが、さあ WBO 世界ミニマム級山中龍也の絶対出るから、はい、2度目の防衛戦です、はい、さあ試合は中盤に入ってきています。チャンピオンの山中が挑戦者のビッグサルダールか。第9ラウンドに入ります。まあ、このラウンドで山中がちょっとパンチを返せるようになったんであれば、はい、まだ少し展開は変わってくると思います、右が入った、回復してますね。そうですね、第8ラウンドと間違いなく動きが勝っています。さあ、距離を詰めていきたい山中、前半は終始山中のペース、そしてボディ、さあ、ちょっとフラッときたか、
瀬川さんあれを打てるんですよ今。そうそう、頭変えて頭変えて。これはね、まあもちろん半分は意識してることで半分は無意識だと思うので、練習のたまものだと思いますよ。そうですね、まあ、結局練習したことしか試合には出ないんですというような話もしていましたが、じわりじわり頭をまた揺らながら揺らしながら距離を詰めていきます。ちょっとヒヤッとしましたが、いや今のは山中の方がここはいい感じだと思いますよ。あの右を狙ってましたからね、はい、またいいタイミングで入りそうですよね。それを受けるか、まあ、あとは7回に岸田のダウンバツ、あのワンツーもらってこれを受けるというのは、あのハートの強さ感じますよね。そうですね、なかなかやっぱもらダウンをもらったパンチ合わせるって怖いんでね。はい、まあ、それを逆にやってこう自分を奮い立たせてるようなね。ただ一歩間違えれば自分ももらいました、はい、そこだけはしっかり気にしてください。さあこの第9ラウンドを残り1分です。まあ第7ラウンドは今の狙ってるんですけど、ペイントも入れて、はい、相手を見つめています。第7ラウンドでダウンを喫しましたが、8ラウンド足を使って、そして9ラウンドからこの反抗に出ています。チャンピオンの山中、あいいフェイント、逆にサルダールのフェイントをかけています。もうちょっと左を散らして、狙いなら狙いです。そうですね。相手を攻めた。残り10秒です。ジャブを出していきます。ここでゴングです。あ、ちょっと戻ってきた。捨てます。さあ長谷川さん、はい、もう終盤に入りましたが、このラウンドはですね、ちょっとこう取り戻したかなというこのね、うん、もう回復はしてると思います、はい、あと3ラウンドですかね、はい、じゃあ、ダウン取られたラウンドとその次のラウンドで、このラウンドはどっちに振るか分かんないんで、はい、あとの3ラウンドはできる限りしっかり取りたい。なるほどね、はい、ただまあこの3ラウンドがまあ挑戦者のビッグサルダールにしても当然取りに来るラウンドですからね、そのあたりのまあこの駆け引き、そしてまあどちらがこのチャンピオンベルトに対するこだわりが強いのか、山中龍也か、それとも挑戦者のビッグサルダールか、まあフィリピンでは今月5人が集めて挑みます。ロボコの意識をかけてベルトを持って帰るといったビッグサルダール、そしてこの試合を勝ってまた次のステージに上がりたい、そう語るチャンピオンの山中、いよいよ10ラウンドです。引き出しでは確実に山中の方が多いんですよ、はい、ただやっぱダウンもらってるっていうことで、あの右ストレートの威力を肌で感じてる分、はい、勇気が必要なんですね。そこにボディのダブルを出します。ナイスボディです。ドスンという音が響き渡りました。さあ一気に距離を詰めていく、右のストレートは怖い、そうここに肩をつけて、そしてまたボディを狙っていきます山中、アッパーは空を切っていますサルダール。大橋さん、チャレンジャー陣営ですけれども、はい、このラウンドで決めないともうダメだと、またボディのダブルです。今度は右、必ず頭を変えろ、そして右のフック、さあこうやって回して右ラッパー、アッパー2発、さあここは気をつけなければいけない。まあ、長谷川さん、今長谷川さんの言葉にありますが、まあ、このタイミングを切らないとダメだというね。だからってことは、ポイント的には不利かなっていうのは見てるわけですね、はい、左のボディが入った、また左のボディ、これが見ますホームランのチャンピオン、フックが右、さあ決着してる、まだまだ時間がある、
ゆっくりとゆっくりと。マックス。右のクロレスがストレート。ただちょっとダメージは溜まってますよ、サルダル選手。今もスリップだけど。そうですよね。バランスを完全に崩していますからね。さあ右。柔らかな右。左。慶応のチャンスか。ボディからの右ストレートが当たりそうです。そうですね。さあ2度目の防衛成功なるか。一気にいくか。左のボディを出していきますが、首を振りながら。バッチ。どうぞ。さあまだこの10ラウンド残り30秒あります。ラスト30、離れるなという指示が飛んでいます。練習でやってきたこのチャンナー対策、まあ、この距離の方が確かに安心ですよね。要するに相手の距離を踏み込めばいいわけですから、ストレートの届かない距離に、そういう練習を積んでまいりました。チャンピオンの山中フェイントを入れます。さあ逆にちょっとバランスがおかしくなってきた挑戦者のサルダール。ここでゴングです。中入って踏ん張れるか、はい、で大丈夫です。中入って踏ん張れるか、はい、いやーこの長谷川さん10ラウンドのこの右のフックですね、そして打った後に必ず頭を揺さぶってですね、これもね、はい、これは練習を重ねてきたこの結果と言っていいんでしょうね。そうですね、はい、でちょっとね下向いてるから相手からすると、はい、ボディかな上かなっていう迷いがあるところに、いいタイミングで入ってるんじゃないかなと。なるほどね。さあ挑戦者のビッグサルダールは2016年の、まあ、10月以来の、まあ、12ラウンドということになります。まあ、去年と今年は、まあ、10ラウンドでの試合しかしておりません。さあ残りは、はい、よいよ、はい、いや相手も聞いてる、ガンガンと。あと2ラウンドです。さあ KO 決着なるのか、それとも判定に持ち込まれるか。11ラウンドまた息を吹き返しました。チャンピオンの右のストレート、その後気をつけて、気をつけて。さあここで左のボディ入った、今度は左アッパー。さあ距離を詰めていく、中に入るという指示が飛んでいます。練習してきたことをこの最終残り2ラウンドで出し切ることができるか。王さん、はい、チャンピオン陣営ですけれども、山中選手足がつっているようですね。なるほど。それでも中に入れと、くっついても密接して中途半端な距離じゃなくて中に入って打てと、はい、いうことです。まあちょっと足がつってるという、ね、情報が入ってまいりますが、全然影響ですよね。だからおそらく、はい、足がつってるんであれば、足を使って中間距離で戦う方が、はい、さらにつってしまうから、もう接近戦で、はい、逆に相手に体を委ねてしまうのもいいわけですよね、はい。さあ本田ボディの連打、はい、服部さん、チャレンジャー陣ですけども、こちらもですね、足にマッサージを受けて水を入れたというふうに、チャレンジャー自らがお願いしていました。まあ両選手ともベルトに向かってもう本当に死ぬ気を尽くしています。チャンピオンの意地、そして首をかけた威信。さあそれでもじわりじわりとまた距離を詰めていく。ちょっとこうカウンターを狙っているような気配もありますが、挑戦者お互いね、カウンター狙ってますから、さあジャブ、いいジャブです。首を振っていいジャブ、残り、こういう展開になると本当に気持ちが強い方が勝つんですよ。だから今勝ちたい気持ちが強いのはやっぱり山中ですから。そうですね。右のストレートボディに入った。さあそして接近、またボディの連打になるか。ちょっとこの距離は怖い。さあ11ラウンドの残り1分を切ります。ただサルダール選手はもうパンチ自体の威力はだいぶそうですね、なくなってきていますから、完全にガードが下がっています。サルダールカウンターを誘ってるのかもしれませんが、完全に空を切ってちょっと大振りになってきた。これだけ疲労してて、空振りすると最後強行消耗しますから。ボディのダブルはチャンピオン、これはチョコロングヒック空振り、お互い、ね、ここまで来ればしずですから。そうですね、しかしその体の芯ブレがないのはチャンピオンの柔らかです。この11ラウンドも30秒切って左のボディが入りました。あっと怖いパスがあります。第7ラウンドにはダウンを喫しましたチャンピオン。
しかしちょっと出血をしています。左目からちょっと切りました。さあ残り10秒です。左目を切っていますが、闘志向かっていく、そういう気持ちは負けていません。チャンピオンの山中、ここでロング11ラウンドが終了しました。ただいまラウンド赤コーナー山中選手左目尻を固めました。この負傷も両者偶然のバッティングによるかとでございます。さあ長谷川さん、いよいよ最終ラウンドです。山中選手、そうですね、まあ、あとここまで来れば、お互い、悔いのない戦いをしようかなと思いますね。11ラウンドにバッティングをしました。そしてこの第7ラウンドにはですね、右のストレート、まあ、カウンター気味のストレートが入りまして、ダウンを喫しましたが、そこから起死回生、まさしく息を吹き返したチャンピオン長谷川穂積に憧れ、そしてボクシングで苦労をかけたお母さんのために家を買ってあげたい、そのチャンピオンロードをこのビッグサルダールが果たして防ぐのか、このチャンピオンベルトが再び山中龍也の腰に巻かれるのか。さあ勝負の12ラウンドです。大きな拍手声援が送られます。さあもう泣いてもらってのこのラウンド、ベルトを防衛するか、最強の挑戦者サルダールを相手にチャンピオン山中、そして田中康生からダウンを奪った実力はまさしく今日の試合でも実証されました。さあ角度を変えてダウンを出していきます。まあ、サルダールも最後やから、しっかり狙って、そうですよね、右のフック、連打、頭を入れました、チャンピオン、再び出血してきましたが、さあ、あくまでも冷静、あくまでも冷静、首を振って、また距離を詰めていきます、ちょっとね、出血してる分、右は見えにくいでしょうけどね、はい、小橋さん、ただチャンピオンチーム、山田はいけますと、バッティングやったらいけますと、はい、で中に入ってガードして打てと、男を見せろと。もう泣いても笑ってもこれが最後だというコメントです。さあまずは1分経過です。防衛するか、それとも KO でベルトを守るか。大橋さん、一方のチャレンジャー陣営はですね、最終ラウンドだからもう距離を取ってやれというふうに指示を出しています。なるほど、もう両老師はもう最後の指示を出しました。さあもう一発で来い、このままゴングを迎えるか、それとも山中がチャンピオンとしての意地を見せ怒涛のラッシュを見せるか。サルダール対策です、行ってまいりました。インファイト、まあ、このラウンドはサルダールうまく戦ってますよ、右のボディ、はい、しかし決して下がることはしません、チャンピオンの山中、左目から激しい流血、ちょっと血が多いですね、ここまで血入れるとね、右が見えないんで、はい、そうですよね、ですから右が怖いわけです。第7ラウンドにはダウンを喫していますが、さあこの最終ラウンド残り1分を切った、残り1分を切りました、ジャブを出してきます。ガードを固めているチャンピオン、今ほぼ右に行けないです、そうですよね、それをついてきます挑戦者のサルダール、ワンツーからうまくかわした、左のジャブを出します。それでも前に行くチャンピオン、決して意地を捨てません、チャンピオンとしてのプライドを捨てずに前に前に行く、ボディが入ったチャンピオン、30秒を切った、右が入った、右チャンピオンの右、さあ左をもらった、今度はさあ残り20秒です、2度目の防衛なるか、残り15秒を切った、さあ残り10秒、右チャンピオンの右、死力を尽くした両者、素晴らしい世界戦でした。12ラウンド終了、判定になります。いやー長谷川さん、最後12ラウンド戦い抜きましたね。そうですね、まあ11ラウンドのバッティングで、まあ、これだけね血が出て見えない状態で、はい、よく前に出続けましたよ。そしてやっぱりこの噂通りビッグスタルダールは強敵でしたね。まあいい選手でしたね、はい、本当に一瞬気を抜いた一発、はい、あれがこのラウンド、この試合をちょっとこう
大きく左右した一発だったんじゃないですかね、まあ、そこまでは完全に山中のペースでしたが、まあ、第7ラウンドにダウンを喫しました、まあ、第8ラウンドには足を使ってなんとか体力を回復し、まあ、90とちょっとねこう取り戻すような感じもするんですが、まあ、サルダールはね、自分が勝ったんじゃないかというような、雰囲気を出しますけど、まあ、ジャッジがねどう見るか、僕は山中の方が有利だったんじゃないかなと思ってます。さあいよいよ注目の判定です。WBO 世界ミニマム級タイトルマッチ採点の結果を発表いたします。ジャッジダニエル・サンドバル115対112、ジャッジカルロス・オルティス116対111、ジャッジピリット・プライドサブ117対110、以上3対0の判定により勝者 WBO 世界ミニマム級新チャンピオンビッグサルダール。なんと柔らか龍也世界への2度目の挑戦、3対0判定負け、ビッグサルダールが新チャンピオンになりました。認定賞が授与されます。WBO このベルトがビッグサルダールの腰に巻かれました。チャンピオン山中龍也2度目の防衛戦、地元神戸で失敗に終わりました。いや長谷川さん、はい、もう3対0でしたね。まあ、あのジャッジが、